それどういうゲームなの？本田圭佑7分ゲームっていうんですけど、ほう、聞いただけじゃ分からんね。あの本田圭佑さんの、あのワールドカップの時の7分っていう、あのアディショナルタイム、あれ流行ったじゃないですか。で、あれを元に作ったゲームなんですけど、ほう、これ1対1でやるの？どういうこと？誰かに振るの？あ、私、例えば私が本田圭佑になったとしたら、その私にお題を言って、例えば、まあ、カップラーメンにかかる時間はって言ったとしたら、私は3分ってなるので、まあ、それを全員で繰り返して、まあ、一番7分に近かった人が、はあ、はいはい、誰かを指名する感じだ。その本田圭佑目線じゃなくて、まあ、私目線なので、中の人目線の7分で、なるほどね、なるほどね、正直に答える、そうです、そうです、ことね。ちょっとやってみてもらって、2人でそのいつもの感じ。じゃあ私がいつも本田圭佑なんで、まあそうだね。じゃあ、はい。ちょ待って。はい。あ、もうそっから入るってこと？もう今本田圭佑ちょっと入ってたんで。あ、答える時だけ、もう本田、モノマネしながら答える。そうです。もう本田一回入んないと。一回入る。モノマネとかじゃないか、もう本田圭佑。本田圭佑なんで。なるんだね。すみません。19歳の女の子が本田圭佑になると面白いね。本田圭佑に一回。こうなるんだね、こう。ちょっと。はい。本田圭佑。はい。あ、じゃあいいですね。お題を出します。じゃあ、はい、朝歯を磨く時間。歯を磨く時間、いい質問ですね。4分。4分ですね。思ったより本田圭佑の時間長いね。はい、答えだけ何分何分とかだけかと思ったら、結構ほう、朝解説者として来てる。本田圭佑なのかな。本田圭佑さんなる。そう、長いんだね。そうなんです。ちょっとじゃあやってみていい？私がじゃあ質問。ああ、また本田圭佑で。はい。お願いします。いや、そこは入んなくていいじゃん。こっからちょっと入んないとちょっとダメなんですよ。早めに入りたいタイプなのね。入れたいタイプなのね。入れとかないと、すいません。本田、まあ本田さんの、はい、家から駅までの時間、はい、あ、ミラノの時間で、はい、はい、10分。くそ10分。くそ10分。早歩きで10分ですね。早歩き、そうか、くそ7分なかなか言ってくんねえな。そうなんですよ。あ、こういうことね。はい、これは何よ、ずっとその宮本君が本田圭佑やる。いや、てか普通にもみんな本田圭佑になりたがらなくて。あ、やりたがらないんだ。そう、美月も正直今日まで本田圭佑なったことないんですよね。そうなんだ。あ、そう。じゃあ春日さんが本田さんになる。7分のやつですよね。7分。うん、本田さん。はい、本田ですよ。本田ですよ。ヘアセットにかかる時間は、いい質問ですね。いい質問ですね。本田さんこれ。誰だこれ。3分。早い。3分ですね。7分か。ラモスさん。ラモスさん。ラモスさんがお風呂に入る時間。お風呂に入る時間。お風呂に入る、くだらないよ。え、くだらないよ、ジョー。え、ジョー、ね、ガム噛みながら質問してくるんだよ。絶対言うと思う。くだらないよ、ジョー。どうなってんだよ。よくやってたもんな、これ。30分だよ、30分。結構入ってる。30分、今はね。はい。はいはいはい。ケーキ、ワンホール本気で食べ終わる時間。おー、ケーキをワンホール食べ終わる時間。誰？おー、食べ終わる時間。7分。あ、すごい。おー、やったら多分7分ぐらいでいけるよ。すごいね。ラモスはやっぱ太陽の子だから、ラモスは。おー、じゃあ、交代ね、ラモスね。やったことないんだ。なんとなくイメージで、ちょっとこの情熱的な感じの。なるほど。うん、はい。
じゃあラモスさんが1日にお父さんと喋る時間。ああ、うん、いい質問やな。いい質問やな。関西来るか。うん、2分。短お父さんかわいそう。そうなるか。もっと喋りたいのが19か。女子大生になるとそうなるか。いや寂しいな今聞くと。19で2分しか喋ってくれないんだ。せめて7分ぐらい欲しいよね。へこむわ。2分か。他にもある新しい。ああいっぱいありますよ。うん。ただ今のねその急に終わったな。これはまあラモス類ゲームは面白かったけど。まあラモスゲームはこんな感じなんですけど。まあね感じは分かったからね。あとは、うん、あの口をどれだけ大きく開けれるかっていう、ただそれだけ。何そのゲームなのそれ。それゲームなの。対決するのそれは。そうです。せーのでやる。せーの。そんなことやめなさい。そんなことよりお父さんと話してあげなさいよ。なんだそんなことやめなさい。やめなさいよ。